スピリッツドアラチャンネル。好天に恵まれました甲子園球場です。セリーグ公式戦阪神タイガース対中日ドラゴンズの3回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、西さんは現役時代数多くのピッチャーと対戦されたわけですが、苦手なピッチャーのタイプというのはいたんですか？まあやっぱりね、シュートピッチャーというのは苦手でしたね。なるほどね。まずはタイガースの先発秋山が甲子園のマウンドに上がります。さあドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。インサイド落ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番に入っている大島。前回のゲームではマルチアンダーを記録しています。まずはワンアウトを取っています。空振り。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。ノーボール2ストライクです。打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切れました。ファールボール。インサイド落ちました。これはどうだ。木浪一塁送球。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには石川、そして塁上には大島。まあここはランナー走ってくるかもしれませんよ。どう動いてくるでしょうか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。まあスローイングがいい。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。いや痛いですね、先制のランナーですからね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。そうですね。高めのボール、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー三塁一塁。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。引っ張った。この当たりはどうか。三塁線落ちてフェア。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ドラゴンズ1点を先制しました。1対0。序盤から試合が動いていきます。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。まあここは踏ん張りどころでしょうね。さあこの場面でバッターボックスには5番のビシエドが入っています。できれば三振を取りたいですね、ここは。そうですね。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ。タッチアップ。三塁へ送球。
サードランナーホームイン。ドラゴンズ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。2対0になりました。タイガース、なおもピンチです。ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を許しています。まあ、もうちょっとコースを選んだ方が良かったんじゃないですかね。この犠牲フライで追加点を奪われています。さあ、そしてバッターボックスには阿部が入っています。さあ、ツーアウトながらなおもピンチの場面。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですよね。まずは変化球、二塁牽制、二塁セーフ。この球は見送ります。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。ワンボールツーストライクです。次が4球目、打ちました。これはどうか。三塁線落ちてフェア。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ドラゴンズ1点追加します。3対0。タイガース、もうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。立ち上がりを攻められています。さあ、そして打席には京田が入ります。さあ、ピンチは続いています。甘いコースでしたが見送っています。落ちる球を見極めました。3球目は何で来るか。ボールですか。アウトロー、際どいところ、わずかに外れました。インサイド落ちました。これはどうか。取った。一塁送球します。これで3試合連続安打。ツーアウトランナー三塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには加藤が入っています。さあ、なおもピンチが続きます。ランナースタート、セーフ、盗塁成功。ワンヒットで2点入る状況になってしまいましたね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。全くその通りですね。さあ、勝負してくるのか。いい当たり、これはどうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ドラゴンズが突き放します。5対0。タイガース、なおもピンチです。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。またしても点を入れられてしまいました。さあ、打席には先発の柳が入ります。まあ、ここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。これではバットが出ません。ストライクです。外を低め決まってストライク。すぐに追い込みました。
これが3球目。低めは外れました。さあ勝負してくるのか。打ちました。ここは打ち上げています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回ドラゴンズ先に点を取りました。5対0、ドラゴンズ先制です。西さん、初球から狙っていくことはやはり難しいものですか？まあ、しかし初球から狙うという気持ちが大事ですよね。しっかりとボールを絞って積極的にいくということは大事ですよ。その積極性を見せるんでしょうか。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の柳。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。バッターは木浪。2試合当たりが出ていません。まずは出塁したいところ。アウトコース見送っています。高めのボール、打球はセンターへ。大島抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている近本。昨日はホームランを含むマルチ安打を記録しています。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何で来るか。初球ボール。ボールになります。ボール先行です。インコース見送ります。高めのボール打ちました。センターへ打球伸びる。センターが取りました。2アウトです。バッターは3番の糸井。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。2アウトになっています。初球打ち、これはファウルになりそうです。切れていきます。ファウル。振り遅れてますね。インコースに持っていきました。ノーボールツーストライクです。アウトロー外れます。さあ勝負してくるのか。またファウル。ボールになります。打ちました。弾き返した打球はライトへ。平田が掴んで3アウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わりました。5対0、ドラゴンズがリードしています。2回の表、ドラゴンズ打順よく1番から始まります。バッターは平田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですね。さてタイガースの先発は秋山。ここまで3試合に登板して2勝0敗という成績。前回の登板は7イニング投げて自責点1、勝ち投手になっています。高めいっぱいに決まります。
高めのボール、レフトへ打球伸びる、レフトが取りました。2番バッター大島、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。初球ボール、これは決まった。インサイド落ちました。これはどうか、アウト、ツーアウト。打順は3番石川。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね。2アウトランナーありません。打ちました。上本、1塁アウトで3アウトチェンジです。この回ドラゴンズ三者凡退です。5対0、ドラゴンズがリードしています。2回の裏になります。さあタイガース、この回は4番から始まります。ボーアが打席に入ります。2試合当たりが出ていません。タイガース点差が離された2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。この回1点でも2点でも取りたいですけどね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。ライトに上がった。ここはフライになっています。曲がりすぎました。ライトが取りました。ワンアウトです。打順は5番サンズ。昨日のゲームでマルチアンダーを記録しています。まずはワンアウトを取っています。インサイド決まっています。外れました。低めの球ストライク、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これは内へ外れます。これが5球目。スライダー外れます。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。弾き返した打球はレフトへ、福田が掴んで2アウト。バッターボックスは6番大山。2試合当たりが出ていません。2アウトになっています。際どいコースに送ってストライク。改めてお聞きしますが、バッターの大山、どういうバッティングスタイル？ライト方向を流しました。打球はライトへ。この打球はフライになっています。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回の裏5対0、ドラゴンズがリードしています。小宮山さん、例えばブルペンでも今日は調子が良くないなという時、マウンド上ではどういった気持ちになるんでしょうか。まあ、いつもにも増して不安が増すし、打たれたらどうしようっていう考えが相当やっぱ強くなりますので、まあ、バッターに打ってもらうような感じで投げればいいんじゃないですかね。
ボールボールでカウントが悪くなるのが一番良くないですから。なるほど、開き直って投げれるかというところなんでしょうか。バットが動きませんでした。打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウトです。打順は5番ビシエド。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。秋山、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド見送っています。まあ、ここはバッター狙い撃ちしてきますから、甘いと大怪我の可能性がありますね。はい、いいボールですね。インローのストレート、力のあるボールです。外へのボールは入りません。ボールになります。いいところへ決まります。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。変化球、空振り。バッターは6番阿部。前の打席はツーシームをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。初球変化球は空振りです。打ちました。これはどうだ。破りました、センター前。これで2試合連続のマルチヒット。2アウトランナー1塁。バッターボックス強打。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ヒットでランナーを1塁に置いています。1塁牽制、1塁はセーフ。初球ボール。さあ、2球目は何か。高めギリギリです。胸元へ持ってきました。ストライクです。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはどうか。センターに抜けました。これでマルチヒット。2アウト2塁1塁。打順は8番加藤。まあ、タイガースとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。まずは見送ります。ワンボール。二塁牽制、二塁はセーフ。
外高め決まってストライク。さあ3球目は何か、インコース低めストライク、ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか、打ちました、取った、一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。5対0ドラゴンズがリードしています。西さん、序盤から大きく点差をつけられてしまう展開となりましたが、この後どういったことが必要になりますか。まだまだね、あの集中力切らしちゃダメですよ。本当にそうですよね。初球簡単にストライクを取ります。打ちました、強打、一塁へ、アウト、ワンアウト。8番バッターはキャッチャー梅野、2試合当たりが出ていません。まずはワンアウトを取っています。1球目は空振りです。空振りになります。ノーボールツーストライク。3球目打ちました。さあどうだ、ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の秋山が打席に入ります。ピッチャーといえども塁に出ようという意欲は見せてほしいですね。そうですね。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。チェンジアップが決まりました。あっという間にツーストライクです。高め外れました。あの手が上がってもおかしくないボールですね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。さあ仕留められるか。この球は外れています。フルカウントです。これが6球目。見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終了、5対0ドラゴンズがリードしています。先発の柳がバッターボックスに入ります。ここはピッチャー相手でも雑になってはいけませんね。そうですね。初球ストライク、コーナーをつきます。ノーボールツーストライクです。打ちました、セカンドが前に来る、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。
打順は1番に帰ります。バッター平田、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。秋山、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド外れます。この球は外れています。ボール先行です。次が3球目。アウトコース空振り。これが4球目。打った、高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて突き刺さった。ソロホームランが出ました。タイガース、その差が6点に広がる重い一発を浴びました。高めに浮いてしまったストレート、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。その差一気に6点と突き放されました。バッターボックスは2番大島。今日は盗塁を1つ成功させています。小宮山さん、今日は調子が出ませんね。まあ、決していいピッチングとは言えないですけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。ああ、ボールですか。はい、変化球わずかに外れてボール。高め打ちました。これはどうだ。センター前、あっという間にセンター前へ。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。打席には3番バッター石川。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。引っ張った、サード取った、セカンド送球アウト。ここは二塁をアウトにしています。一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回ドラゴンズソロホームランで追加点を挙げています。6対0、ドラゴンズのリード広がっています。タイガース4回裏の攻撃になります。木浪がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。タイガース点差が離された中盤4回の攻撃です。西さん、ここは塁に出てつなぎたいところですよね。もうこの点差ですからね。ここで少しでも点を入れておかないと苦しいでしょうね。確かにその通りですね。さあ4球目は何か。引っ張った、大きな打球になった。この当たりはどうか、ライトが取りました。バッターボックス近本、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。一二塁間を破る。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには3番糸井。先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。牽制セーフ。次が2球目。今のはバッターよく見ましたよね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。一塁牽制、一塁はセーフ。少し変化しました、ストライクです。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。
まあ、ここは際どいところも当てていかない。変化球空振り。バッターボックスボーア、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトランナー一塁です。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。2球目打ちました。強打、そのまま入って2塁フォースアウト、3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。4回終わって6対0ドラゴンズ大量リードしています。これから5回ドラゴンズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。モリアがマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。小宮山さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか？そうですね、もうブルペンのピッチャーがここから大事になってきますね。そうですよね。打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。入れました、ファールボールです。さてバッターボックスの福田、どういうバッターなんでしょうか。打ちました、いい当たりだ。大きな打球になった、センターバック入りました、ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。低めのボール、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。タイガース追加点を許します。7対0、相手主砲の一振りでした。バッターボックスには5番ビシエド。空振り。打ちました、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。これは三塁側のスタンドに入ります。3球目外れました。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。打席には6番バッター阿部。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ワンアウトランナーありません。打った、モリア取って一塁アウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、小技もありますからセーフティーバントなんかも警戒しておきたいですね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。2球目は何で来るか。一二塁間、上本掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ドラゴンズソロホームランで追加点を挙げています。7対0、ドラゴンズのリード広がっています。西さん、中盤に差し掛かってきていますんで、このあたり得点がそろそろ欲しいですよね。もうそろそろね、得点しないとね、まずいですよ。終盤までこのままではいけないですよ。そうですよね。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。レフト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。見送ってまずはストライクです。いいところ、ストライクを先行させていきます。追い込みました。
低め、これは外れた。高め打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。インサイド、弾き返した打球はセンターへ。センターが取りました。バッターは7番上本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。二塁タッチもセーフ。いいコースですが外れています。インコースインコースと続きます。いいボールです。ボールになります。次が4球目。インサイド落ちました。強打が掴んで2アウト。バッターボックスは8番梅野。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。2アウトになっています。インサイド落ちました。ファウルになります。外角低め、空振りです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。このスライダーは外れます。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。1点返しましたタイガース。7対1。タイガースなおもチャンスです。さあバッターは森谷。そのまま打席に入ります。次の回も続投ということなんでしょうね。そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。まず何を投げてくるか。打ちました。セカンド取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。5回終わって7対1。タイガースが得点しました。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは初回、先制のランナーを置いて迎えるは4番福田。初球を叩いてタイムリー。タイガース先制点を奪われます。さらに続きます。ワンアウト二塁三塁で5番ビシエド。きっちり犠牲フライ。タイガース1点を追加されます。続く攻撃、2アウトで2塁にランナーを置いて6番阿部。追い込まれてからのタイムリー。タイガース1点を追加されます。さらに続きます。2アウト2塁3塁で8番バッター加藤。追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。タイガース2点を追加されます。5回の裏、このチャンスの場面、打ち返すも内野ゴロ。チャンスをものにできません。お待たせいたしました。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ドラゴンズの攻撃、8番バッター加藤。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。タイガース厳しい展開で6回を迎えています。
これが2球目。引っ張った。サードが前に来る。サード取った。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。ピッチャーに打順が回って先発の柳がバッターボックスです。好投してますから変えずに投げさせますね。そうですね。絶妙のコントロールですね。はい、外のストレートがストライク。低めのボール入りました。ワンボールツーストライクです。高めのボール、これはどうだ。センターへ抜ける。柳ヒットが出ます。ワンアウトランナー一塁となりました。打順はトップに帰って平田、先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、ヒットでランナーを一塁に置いています。誘ったんですけどね、振りませんね。はい、高めストレート外れてボール。3球目は何で来るか。打ちました。痛烈、センターに抜ける。これで3試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー2塁1塁。まずはボールから入りました。際どいところへ決めてきます。これが3球目。3球目打ちました。ヒットになった。バックホームする。これで3安打猛打賞。ワンアウト満塁です。3番バッター石川、先ほどの打席はサードゴロ、併殺打となって打ちました。取った。二塁送球、二塁アウト、一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。7対1、ドラゴンズ大量リードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、タイガース打順よく1番から始まります。バッターは木浪、先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどは初球打ち、ここは打ち上げています。強打抑えてワンアウト。打順は2番、近本。前の打席はカットボールをうまく打たれましたから、今度はその使い方は要注意ですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。いいコースに決まりましたね。はい、変化球が決まっています。3球目打ちました。これはどうか。センター掴んで2アウト。バッターボックスは3番糸井、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。引っ張った。ライトへ打球伸びる。平田が抑えて3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。6回終わって7対1、ドラゴンズ大量リードしています。西さん、点差的には少し厳しい状況になってきましたがいかがですか。まあ今日の試合厳しいですね。まあただね、打撃陣は頑張ってほしいなと思いますね。踏ん張りに期待しましょう。さあ2球目は何か。引っ張った。取りました。
一塁送球アウト、ワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。これはセカンドライナー。打順は6番阿部。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球ストライクを取りました。次が2球目。いいボールですね。はい、ストレートが決まっています。ノーボールツーストライク。インサイド落ちました。これはどうだ。ピッチャーが取る。一塁アウト、スリーアウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。7対1、ドラゴンズ大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。西さん、まだ3回ありますので1点でも多く返しておきたいところですよね。いやもちろんですね、この辺でね弱気になったらいけないですよ。最後まで諦めたらいけないです。そうですね、奮起に期待したいですよね。入りました。まあ、ここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、そうですか。ファウルになります。インコース変化球決まりません。スリーボールツーストライク。見逃して三振になります。ワンアウトです。5番バッターサンズ。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。2球目は何で来るか。ああよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。体に近いところ、ストライクが入りません。まあ、ここは一球見ていくでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。変化球タイミング合いません。フルカウントになっています。さあこれで決まるのか。外れてフォアボール。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。そうですね、ボールがよく見えてるんでしょうね。フォアボールで一塁に歩きます。初球は何から入ってくるか。これが2球目。ファウルになります。2ストライクです。内へ低めに変化しました。見逃して三振です。2アウトになりました。打席には7番バッター上本。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトランナー1塁です。
胸元へ決めてきました。ストライクです。あっという間に2ストライクです。今のはよく見ましたね。はい、低めわずかに外れてボール。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。大島が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。7回終わって7対1、ドラゴンズ大量リードしています。これから8回ドラゴンズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。背番号14能見が3番手としてコールされています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドに上がったのは能見。今シーズン11試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。初球見送っています。さあ2球目は何か。2球目打ちました。ファウルになります。外れてますか。膝元変化球がわずかに外れています。インコースを落としました。高めのボール打ち上げた。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。取ってワンアウトです。バッターボックスは8番加藤。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。バッターは柳。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。そうですね。デッドボールのランナーが出ています。次が2球目。落としました。外れます。変化球がインコースに決まります。ワンボールツーストライクです。ここは落としてきました。さあ5球目は何か。これはバット出ず三振です。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター平田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナー1塁です。痛烈。これは三遊間抜ける。これで3安打猛打賞。2アウトランナー2塁1塁。バッターボックスには2番大島。まあタイガースとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけませんよ。なるほど、そうですね。
改めてお聞きします。バッターの大島、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ当てるのがうまいですから、三振を取るのは難しいバッターですね。そうですか。さあ外してくるのか。空振り。ここはランナーを変えさせません。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。7対1、ドラゴンズ大量リードしています。ドラゴンズ8回の裏、ドラゴンズに選手の交代がありました。レフト福田に代わりまして、バッターボックス梅野。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。まあ、このカウントは狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど、そうですか。低め見送りました。ストライクです。この球は外れています。次が5球目、ストレートを持ってきました。3ボール2ストライクです。打ちました。これは破りました。センター前、これでマルチヒット。ノーアウトランナー。バッターボックスには代打の糸原。ヒットでランナーを一塁に置いています。糸原背番号33。さあまず1球目、初球ボール。さてこの糸原、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、内野の頭を越えるようなクリーンヒットを狙っていくバッターですね。そうですか。インコース決めました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。わずかに右に切れました。ファールボール。引っ張った。弾き返した打球はライトへ。ライト掴んでワンアウト。打順はトップに帰って木浪。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトになっています。空振り。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。木浪、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー二塁一塁。まずはボールから入りました。振りません。ストライク。思わずバットが出たような形です。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ勝負してくるのか。低め見ました。ボールです。切れていきます。ファウル。
下がっていく、下がっていく、ライト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、1点返しましたタイガース。ライトオーバーのタイムリーヒット、7対2になりました。タイガース5点差になりました。バッターボックス糸井、これが1球目、際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。危ない球です。切れていきます、ファウル。打ちました。センターへ打球伸びる。さあサードランナー、サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン。タイガースさらに1点返しました。犠牲フライを決めてきました。7対3、タイガース4点差になりました。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。このスライダーは外れます。低め決まってストライク、ワンボールツーストライクです。追っつけて打ちました。さあどうだ、石川が抑えてスリーアウトチェンジです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。8回終わって7対3、タイガースが得点を入れています。これから9回ドラゴンズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。望月が4番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。高いバウンド、大山アウト。ここは送球が間に合っています。バッターは守備交代から起用されている堂上、2試合当たりが出ていません。ワンアウトランナーなしです。これが初球、最初は変化球できました。ストライクです。2球目も見送っています。3球目打ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは5番ビシエド。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。いやアウトになりましたが、いい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですか。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目は何で来るか、落ちる球、ボール先行です。ストライクになります。大きく外れてボールです。
インサイド落ちました。高く上がった。これはどうか。真ん中を破りました。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー三塁二塁。初球はストレート決まっています。外のボール打った。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。ドラゴンズ追加点、9対3。タイガースこれ以上離されるわけにはいきません。打順は7番京田。今日は盗塁を決めています。さあ初球は何か。初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁一塁。打席には8番バッター加藤。まあタイガースとしてはここをしっかりしのいで最後まで諦めないでほしいですね。なるほど、そうですね。高め見送ってストライクです。ここはあっという間に追い込んでいます。惜しい、ボールになります。しっかり捉えた、抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。ホームに送球、センター前ヒット。これでマルチヒット。バッターボックスには代打の根尾。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。初球は何で来るか。まずはストライク。ファウルボールです。左に切れてファウル。次の球もストレートはあれですね。なるほど。インサイド打った、レフト前へ抜けていく。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。サードランナーがホームに帰ってきました。そしてドラゴンズ追加点を挙げました。11対3。タイガースさらに二塁一塁のピンチが続きます。打順は1番に帰ります。バッター平田、先ほどの打席でヒットを放っています。まずは変化球から入りました。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど、さあどう来るか。さあ3球目は何か。低めのボール打った。このフライはヒットになりそうだ。落ちた、ヒットになる。バックホームする、左中間へのヒット。これで7連打。バッターは2番大島。今日は盗塁が1つあります。ストレート打った、セカンド取った、二塁へ送球、二塁アウト。サードランナーホームイン。ドラゴンズ追加点、12対3。タイガースなおも三塁一塁のピンチ。タイガースピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのは島本。さあマウンドを任されたのは島本。今シーズン6試合目の登板です。初球から思い切って振ってきました。石川、これが2球目。変化球打った、サードの右、一塁へ。一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回ドラゴンズ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。12対3。ドラゴンズのリード広がっています。9回の裏、タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。マルティネスが2番手としてマウンドに上がります。
西さん、野球は9回2アウトからというふうに言いますし、何が起こるかまだ分かりませんよね。いや当然ですね、3つ目のアウトが打ちました。痛烈な打球、左中間にレフトセンター見送った。ソロホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。タイガースが追い上げます。12対4。ピッチャーの代わり花の初球狙っていきましたね。はい、バッターボックスには6番大山。タイガースホームランで得点を挙げています。いや西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当いいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。次が3球目。3球目打ちました。さあどうだ、センターボールをこぼした。ボールを拾ってノーアウトランナー1塁です。記録はエラーということになりました。西さん、このエラーどうご覧になりますか。バッターボックスには代打の原口、エラーでランナーが出ています。まず何を投げてくるか。初球はボールになりました。空振りになります。3球目は何で来るか。打ちました。ファウルになります。まあ、ここは狙いも決めつつ、それ以外にも対応する感じ。インサイド落ちました。右中間に落ちました。見事起用に応えました。ノーアウトランナー2塁1塁。打順は8番梅野。まあ、ここから試合をひっくり返すというのはなかなか難しいですけど、最後まで諦めてはいけないですよ。さあ、後がないこの場面、どういった攻撃を見せてくれるか。さあ2球目は何か。インコース低めのストライク、156キロ。これが3球目。いやあそこはちょっと手が出ないですね。はい、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、ランナーは動けません。バッターボックスには代打の高山。ワンアウトランナー一塁二塁です。ファウルです。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。左方向、浅めのフライ、レフトの前に落ちた。ホームへ、レフト前ヒット、見事起用に応えました。打順はトップに帰って木浪。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットで満塁としています。中へ決まって、これはストライク、152キロ。インハイ見送ってストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。さあ勝負してくるのか。チャンスの場面で見逃し三振、ツーアウトになりました。満塁は変わりません。打席には2番バッター近本、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ストレート打った、抑えた、2塁アウト、これで3アウト、試合終了です。最後意地を見せましたが力尽きました。残念ながらタイガース敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、逆に言うとこういう負けの方が
気持ちの切り替えはしやすいのかなという気がしますけどね。ああ、なるほどね。それは逆に考えるわけですね。勝ったドラゴンズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のタイガースですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガース敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。シーズン版ご視聴ありがとう。よければ下のアイコンからチャンネル登録お願いします。あと動画配信は火曜日から日曜日午前6時30分から配信しています。ご視聴お疲れ様でした。